それでは計算基礎学1の第14回の授業を始めます。前回のまとめです。前回はモジュラー算法というその一連のアルゴリズムについて紹介しまして、でまあその中で特に中国重要算法によってその行列の積の計算を効率化するという話をしました。で今回の内容ですけれども、高速乗算法ということで、今回はその唐津波の乗算アルゴリズムというのを紹介します。で用途としまして、整数の乗算のアルゴリズムと、それから一変数多項式の乗算のアルゴリズムを速くすると、そういう話を紹介したいと思います。なお、今回の授業に関しては、テキストの範囲外の内容ですので、資料は今回のスライドの配布資料を参考にしてください。というわけで、まず、唐津波の乗算アルゴリズムの整数編から進みたいと思います。入りたいと思います。で、ここではまず、10進2桁の整数の乗算というのを考えます。今ですね、この A と B という2つの整数が与えられているんですが、10の位、例えば A の方は10の位が A1、1の位が A0 という桁を持っているものとします。それから B の方は、10の位が B1 で、1の位が B0 という値を持っているものとします。まあ、これを数式に書きますと、A の方は10倍の A1 プラス A0 っていうのが表されますし、B の方は10倍の B1 プラス B0 と表されます。で、まあ、この2つの整数 A と B の乗算をするわけなんですが、まず通常の方法でですね、乗算を行うという手順を考えましょう。これですと、その普通に、これ、乗算の基準はですね、この1桁同士の10進整数の1桁の数同士の乗算を基本にして考えます。としますと、こういう形ので表された整数をですね、こう展開しまして計算すると。そうすると、こう展開式を見てもらって分かるように、1桁の乗算の回数が4回現れていることが分かると思います。で、唐津波の方法というのは、この基準になっている1桁の整数の乗算の回数を1回でも少なくするというのが基本的なアイデアです。そこでどうやって少なくするかというと、こういう形で展開するわけですね。この第2項なんですけれども、もともと伝統的な乗算ですと、A1B0 プラス A0B1 という形になっておりました。で、これでこう A1B0 も A0B1 もこう新たに計算することになっていたので、ここで2回の乗算が発生しておりました。で、この部分をですね、こんなような形で一見複雑に見えますけれども、A1-A0×B0-B1 と、A1B1 と A0B0 の和という形にこう直すわけですね。で、そうすると、何が、嬉しいかというとですね、この A1B1 と A0B0 っていうのは元から計算してるんですね。A1B1 はこちらの一番左側で計算してるし、A0B0 は一番右側で計算してるので、それぞれをここで使い回すことができるわけです。で、新たに乗算が必要な部分っていうのは、この A1-A0×B0-B1 ということで、まあ、ここのですね、1回の乗算で済むと。で、いうことで、合計でその1桁の整数の乗算が4回から3回に減ったということになります。まあ、これがそのアイデアの本質です。で、まあ、こんなんで、本当に速くなるのかっていう疑問を持つ人もいると思いますが、全近的な計算量の見積もりをすると、確かに速くなるということが示されます。さて、このですね、10進 N 桁の整数の乗算がですね、計算量はどのくらいだったかっていいますと、これは第6回の授業でですね、多倍長数の整数のですね、乗算の計算量というのを勉強しました。でその際に、その長さが、それぞれの長さを持ったですね、その多倍長数 A と B の、乗算の計算量というのは、その A の長さと B の長さの、こう、積に比例するということを言っておりました。で、ここでですね、その多倍長数って出たんですけれども、この10進 N 桁の整数を多倍長数だと思うわけです。単位になっている桁は1桁で、ですから、
十進 N 桁だと、その1桁の数が、まあ、N 個連なった多倍長数だと思うわけですね。見なすことができるわけですね。でそうすると、その十進 N 桁の数の長さっていうのは N ということになりますから、この十進 N 桁、このやり方で十進 N 桁の整数の乗算の計算量っていうのを見積もれば、これ θ の N2 乗と見積もることができます。まずこれを押さえておいてください。で、それに対して、唐津波の方法でですね、そのどういうふうに計算量を見積もるかっていうことをこれから説明していきます。まず最初に、N 桁、十進 N 桁の整数なんですけれども、唐津波の方法の場合には、この N 桁の整数を上位2分の N 桁と下位2分の N 桁に分けます。先ほどの例では十進2桁だったので10の位と1の位に分けたんですけれども、これをもっと一般的な形に拡張すると、 N 桁であれば上位2分の N 桁、下位2分の N 桁というふうに分けるわけです。まあ、N が奇数だったらどうなるんだっていうことも疑問かもしれませんけど、とりあえずじゃあ N は偶数としておいて、同じ N 桁ずつ上位桁と下位桁に分けられると思ってまず考えてみてください。でそこで、まあ、例えばですね、与えられた数 A と B に関して、A の上位桁を A1、下位桁を A0、それから B の上位桁を B1、下位桁を B0 っていうふうにして、こう分けた上で、先ほどの唐津波の乗算の方法を使いますと、まあ、このような形でこう積を展開することができます。で、この時に、出てくる、展開したときに出てくる掛け算というのは、長さ2分の n 桁の整数の乗算ということにまず注意してください。そして回数は先ほどの唐津波の方法のところでちょっと紹介したように、この3回なわけですね。そうすると、ここで展開した段階で2分の n 桁の整数の乗算3回の計算に帰着されるということが分かります。で、唐津波の方法では、このですね、今分割したやつをですね、さらにどんどん再帰的に分割して、計算を行います。で、このようにそのある桁数の、またこの場合は桁数ですけれども、ある大きさのですね、入力に対する計算をより小さな入力に対する計算のにどん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 分割していくようなやり方をですね、分割統治というふうに呼びます。これはまあ、どんなアルゴリズムでも、まあ、適用できるとは限らないですけど、まあ、こういうアルゴリズム、適用できるアルゴリズムには、こういう方法が使われるということです。ということで、今までの説明の中でポイントとしては、2点ありまして、1つは、唐津波の方法のポイントの1つは、その、まあ、N 桁の整数の乗算を、2分の N 桁の整数の乗算にこう分割しますよと。でさらにもう一つはポイントは、さらにこの2分の N 桁の整数の乗算をですね、どん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 細かく分割していきますよと、まあ、そういうところがポイントとなっております。一応ここを押さえておいてください。